はい、我々と連邦共和国 Vlog です。この裏に置いてあるのは、これなんですか、脚立なんですけど、まあ天井が高いので、脚立を今日必要だったんですが、なんで必要だったかというと、蛍光灯がね、まあ、二重型の直管の蛍光灯が4本、この部屋は照明で入ってるんですけど、蛍光灯が1本切れまして、まあ、完全に切れてしまえば、3本点灯してるんでいいんですけど、切れる直前と言いますか、まあ、点滅してるので、あまりよろしくないので、じゃあ、買いに行こうかということで、ダイソーに行きましたら100円で蛍光灯を売ってましたので、買ってきました。でね、ちょっとびっくりしたのは、LED の、LED 型の、まあ、蛍光灯じゃない、蛍光灯の規格の大きさの LED 照明っていうのが、もうダイソーでね、500円で売ってるんですよね。びっくりしました。なんですが、二重型がありませんで、長さが足らないということで、まあ、蛍光灯しかなかったんですけど、そしたらですね、付け替えたら、光んないんですよね。おかしいなと思って。あ、グロー球。グロー球ってね、もう今あんまり使う。まあ、古い住宅は当たり前のようにあるんですけど、従来からある照明器具はね。ただまあ、今はどうですかね。インバータ式の、蛍光灯が、まあ、普通じゃないかなと思いますけど、トラピッドスタート型とかありますけど、まあ従来のグロー球とかグロー缶とか、あるいは、スターターとか言いますけど、まあ要はその、蛍光灯を点灯させるために、まあ必要な、余熱がいるんですよ。蛍光灯っていうのは。まあそのために、必要なスターターっていうのはグロー缶、グロー球なんですけど、あら、グロー球が、ダメなのかなと思って、まあ、古いタイプなので、こうねじ込んで、昔の電球みたいにこうねじ込んでいくタイプなんですね。あれ、エジソンソケットって言いますけど、なんで、回したらですね、外側の、樹脂の、被膜がですね、ボロボロボロって剥がれまして、グロー球がバラバラになっちゃったんですよ。あららららと思って。あ、グロー球がボロボロになっちゃったんだと思って、グロー球を取り替えなきゃいけない。まあ、蛍光灯もそもそもまあ一本ずつ変えてもいいんですけど、どうしても中悪さが異なったりとか、寿命の問題があって、時期ね、一本ダメになると時期残りの三本もダメになるんで、まあ、四本とも取り替えるんですけど、グロー球も、じゃあ四本とも取り替えなきゃダメだなと思って、まあちょっと買いに行くのがめんどくさくなって、今ちょっと3本しか点灯してないんですけど、明日グロー球を買いに行こうと思うんですけど、まあ3つでね、3つ入りで100円で売ってましたけど、いるのは4個なんですよね。2袋買うと 6個になっちゃうんで、なんかあれですけど、まあ100円なんでいいかと。二重型の LED があればね、まあ、500円ですけど、寿命が全然違いますので、省電力ですし、まあ、それを2000円出して4本買ってもよかったんですけど、ないのでしょうがないですね。で、うちは例えばトイレとか、トイレ洗面、バス、トイレとか、あと廊下側の電球とか、あるいはその、炊事場のやつとか、あと玄関、とか、全部、元々は白熱球だったんですけど、それはね、もう、一時期蛍光灯に変えたんですけど、今はもう LED に、変えてますので、まあ、そっちは元々白熱球で、消費電力も多かったんですけど、まあ、LED にしたんで、だいぶ、まだ LED にして一回も変えてないんで、だいぶやっぱ持ちますよね。一個は中国で買ってきた、どこ上海で買ってきたのかな上海で買ってきたやつですけど、安くて何百円かで売ってたんで。あれでも本当は PS マークついてないんで、本当は使っちゃいけないのかもしれませんけど。
日本ではね、それもソケット間違えて買ってきて、ソケットに合わないやつ買ってきてしまって、あららら、どうしましょうって言って、あと変換ソケットがちゃんと見事にアマゾンで売られてまして、その変換ソケットを入れて事なきを得たんですけど、でしかも中国で買ったので、200W 対応のやつだったんですよ。あ、ごめんなさい、 200V 電源が 200V 対応のやつだったんで、あら、日本 100V だったら何にもなんかこう考えずに、ただ単に安かっただけで露店みたいなところで買ってきたやつだったんですけど、しまったと思って、ちゃんとね、店頭試験もしてくれたんですよ、お店で。あの露店みたいなとこでしたけど、ちゃんとちゃんとつきますよって、ちゃんとソケットに挿してくれて、壊れてませんよっていうのをちゃんとテストしてくれたんですよ。で、買って、大丈夫だったんですけど、そもそも 200V だっちゅうのを忘れてて、口金、ね、もともとそんな買うつもりなかったので、口金、ね、を大きさ間違えて買ってきてしまって、で結果的には、変換ソケットを買わなくちゃいけなく、まあ、それでも安いですけどね。で、でも、100V でもちゃんと点灯してますので、大丈夫なのかなと思います。はい。そうなんで、部屋のね、メインの蛍光灯が LED でできなかったのは残念ですけど、まあでもそのうち、もう今はね、ほとんど白熱球もそうですけど、蛍光灯そのものも、もう、あんまり日本のメーカーは作ってないんですよ。もう LED がメインになってまして、蛍光灯そのものはほとんど作ってないので、まあ時期ね、安く、蛍光灯の、まあ型の LED 照明も出ると思いますけどね。まあそれまでにもう一回だけ、新品の蛍光灯を入れようかなというふうに思っています。で、まあ15型までしかなかったので、ダイソーには。LED がね、LED、直感の LED が。ちゃんとね、グロー級もね、LED が点灯する、ような、あれ、まあ、グロー級じゃ本当はないんですけどね。余熱とか別にいらないので。それ何なのかな、インバーターなのかな、ちょっとわかりませんけど、そう、グロー級の形をした、まあそういう LED がこう、点灯するような専用のグロー級も入っているようでしたね。箱の中に。グロー級じゃないんですけど。という感じで、まあ早く20型が LED が出てくれると速攻買えるんですけどね。まあ所詮1本100円で、4本買ったんで400円しかしてないので、別にすぐに買えてもいいんですけどね。あったら買おうかなというふうに思います。さすがにね、蛍光灯型の LED を4本、どっか外国に行って買ってくるほど、そんなめんどくさいことはしませんので、まあ、電球型ちっちゃかったので買ってきただけなんで、あれですけど。まあ、蛍光灯ね、やっぱり寿命ありますので、白熱球よりも長持ちするとはいえ、蛍光灯だって寿命ありますので、まあ、あれ消耗品なんでね、どんどん電極をこう点灯するごとに消費してるんで、バンバンこうチカチカチカって点灯するじゃないですか。その時にどんどん電極をすり減らして飛ばしてるようなもんなんで、時期切れるので、LED はそういうところは基本的にはないんで、寿命はありますけどね。すり減って、すり切れてなくなるってことはないので、長寿命ですね。しかもまあ、消費電力が小さいので、まあ、同じ明るさだったら、LED の方が、消費電力が少ないということですね。まあ、そんなんで、グロー級がバリバリに割れて、粉々になってしまうとは夢にも思いませんでした。なんですかね。多分、外を、からのこう日光とか蛍光灯から出る紫外線とかでやられたんですかね。多分そういう劣化しか考えられないような砕け方だったんで、中のガラスは全然無事ですけど、外側の被膜のね、樹脂がボロボロって割れてしまいまして、びっくりしました。そんな
そんな風になったことは今までなかったので、初めての経験だったのでびっくりしました。そう考えるとやっぱ紫外線って怖いですね。ああいうね、樹脂をボロボロにしてしまう、力があるわけです。まあもちろんね、お肌に紫外線は大敵ですし、あと不織布ってありますよね。最近はよくエコバッグとかね、あといろんなところでタダでもらえるこう袋なんて、昔は紙袋でしたけど、最近不織布でできた、バッグとかありますよね。カタログとかいうのをね、いっぱい入れるバッグとか。あるいは、マスクなんかも不織布ですかね。あれってね、直射日光にさらしてると、そもそも繊維じゃないので、紙のようにボロボロボロと崩れちゃうんですよ。で、落ちたらあと大変です。粉々になってしまいますので、本当に何ですか、小麦粉じゃないですけど、あれをぶちまけたような感じになって、あと掃除が大変ですので、不織布はですね、あんまり直射日光にさらさない方がいいです。まあ、さらさなくても、経年劣化でボロボロになっちゃいますけど、特に直射日光にさらしちゃうと、すぐに、ボロボロに砕けちゃいますので、ね、気をつけてください。まあでも、ショーペン器具も長い間、蛍光灯と、白熱球とね、電熱線で光らせる白熱球だけでしたけども、まあ蛍光灯が、白熱電球を、まあ取り替えてっていうか、石鹸して、LED が出てきたら急速に、普及して、まあ値段もね、だいぶ安くなって、高輝度の LED も今普通に手に入りますので、懐中電灯とかもね、今 LED 点灯のやつが多いでしょ。100均でも売ってますよね、小さい。これなんか100均で買ったやつですけど、5灯ですけどね。なんで、かなり明るいですよね。はい。そんなんで、やっぱり、はい、安くね、こういうのができる。これボタン電池で100円でしたけど、こういうのが100均で売ってるぐらいですので、かなり安くなってますよね。で、こういうのね、買ってるとちょっと思ったのが、これまあ、キーホルダー型でかなり明るいですけど、100均で売ってるやつですけど、最初からボタン電池がテスト用に入ってるんですよ。買わなくても最初から入ってて、まあ、テスト用なんで、規定の時間は使えないっていうふうにもちろん書いてあるんですが、もしもね、こう電池切れた時には、この中の、何個入ってるのかな？電池3つかな、まあ、?3 つか4つかボタン電池が入るわけなんですよ。で、何個入ってるのか ?3 つか。4つですね。4つボタン電池が入ってるんですけど、このボタン電池を切れたから買い替えようと思ったら、100円以上かかるんですよ。4つで100円っていうのは多分ないと思いますので、2つ100円とかなんかそんなんですよね。そうするとね、これもう一丁買った方が安いんですよね。で、これなんか、いつも思うんですけど、すごく矛盾してるなと思って。中の電池込みでこれ100円で売ってんのに、電池切れて新しい電池を買おうと思ったら100円以上かかるんだったら、これもう一丁新しいの買った方がいいですよね。っていうので、いつもおかしいな。どういうコストでこれ100円で作ってんだろうというふうに。まあもちろん製造元としてはこう大量に電池を、ボタン電池を仕入れてるので、もちろんその普通に100均で、100円で2個とかね、買うよりも当然かなり安く仕入れてるはずですけど、それにしてもですね、中の電池買うよりも製品そのもの買った方が安いって変ですよね。という、またこれがデフレの時代ですよ。デフレ続きそうですね。デフレで思い出しましたけど、消費税上がったじゃないですか。8% から 10% に。で、まあ、食品はね、8% のままなんで、軽減税率のままなので、その影響はないのかもしれませんけど、例えばその外食店で、まあ、テイクアウトだと 10%、8側。イートインだと 10%、テイクアウトだと 8% ですよね。で、消費税が上がってからもうちょっと経ちますけど、1ヶ月ですかね、経ちますけど、
近くのねカフェに行ったんですよ。明らかにねお客さん減ってんですよ。安いんですよ。安いカフェなんですよ。ドトールですよ。ドトール。ドトール私いつも行って原稿書いてるんですけど、喫煙ルームがあってね。そこで、コーヒー安いので、ドトールって。コーヒー買って、まあ、イートインだから 10% ですよね。だから20価格ですよ。うん、だけど、まあ、そこでね、ゆっくり、広めなテーブルでパソコンを打って、タバコ吸えてコーヒーを飲めるから、別にそんなんね、5円ぐらいですから、4円か5円ぐらいですから別にいいんですけど、でもね、明らかに客が減ってるんですよね。その4円か5円で客が減ってるわけですよ。事実ね。でそうすると、たかだかそのテイクアウトとイートインでそれですから、他の外食産業とかもそうだと思うんですけど、全体的にお客さん減ってるはずなんですよね。じゃあかといってテイクアウトが増えてるのかっていうとそうでもないんですよ。要はテイクアウトは、あんま変わってないで、要は全体的にお客さん減ってるわけですよね。ということは、純粋に売上下がってるわけですよね。売上下がってるってことは税収減るんですよね。当たり前ですけど、国に納める税金はそんだけ売上そのものが上がってないわけですから減りますよね。そうするとたかだか200何十円かのコーヒーで、4円か5円ぐらいの消費税がの差額ですよ。もともと 8% と 10% との差額で4円か5円ぐらいの、1% あたりのねコーヒーの税収減かなと思ったら、そのもの1杯分が売れないわけですから、20円ぐらい、10何円から20円ぐらいの税収が 1% あたり減るわけですよね。それがずっと続くわけでしょ。そうすると税率上げたから、税収が増えるのかっていうと多分増えないと思うんですね。もうすでにこの段階でお客さん減ってるっていうことは、税率は上がりましたけど税収減ってるはずです多分。まあ生活必需品で 10% のものはしょうがないですけどね。そうするとね、何のために税率上げたんか分かんないですね。しかもお客さんが減ってるっていうことは購買意欲がそれだけ下がってるわけですから、なんて言うんでしょうか、デフレが続くわけですね。また結局値段下がるわけですよ。今の LED のこうライトの話じゃないですけど、高ければ買いませんので、また値段が下がるわけですね。値段下がると、作ってるメーカーが苦しくなるわけですから、企業の収入が増えないですよね。企業の収入が増えないと、賃金増やせないですよね、従業員の。当然企業儲かんないわけですから。あとその従業員がもらえる給料が上がらないと、また消費減らしますよね。この悪循環でずっと多分税収減ると思います。なおかつですね、企業だって、消費税上げなければ、せっかく回復基調にあった景気が、景気で売れてたのに、売れなくなるわけですから、儲けが少なくなりますね。すると法人税、払う額が少なくなりますよね。すると税収減るわけですね。で、そこの従業員が働いてるメーカーの従業員っていうのは、本来だったら、こう、経費の回復と同時に賃金上がって、賃金上がると、所得税、住民税も増えるわけですよね。だけど給料上がらないから、本来増えたはずの、収入がないということは税収は増えないわけですよね。結局どの面から見ても税収減るわけですよね。一体何のために消費税上げたのか分かんないっていうことに、おそらく何年かすると明るみに出るんじゃないかなと思います。でも本当にコーヒーショップ行くだけでそう私が思うぐらいですから、多分国も気がついてると思いますけどね。それプラスですね、東京都の場合ですけど、都知事がですね、都知事ってあれですよ、小池さんですよ。小池さん何にもしてないくせに、一個だけね、今でもそうですけど、ずっと自慢していることがあって、要はタバコをね、吸うところをバンバン、こう、規制して、まあ健康増進っていう名目ではありますけど、
要はその外食なんかで基本的にそのタバコを吸えるところで飲食が、飲食をさせないみたいな、まあ詳しく知りませんけど、条例を通したということが、小池都知事の、唯一の、なんて言うんでしょうか、実績として本人は、自慢してるわけですけど、まあオリンピックもね、マラソンと競歩持っていかれそうですね、札幌にね。で、怒ってますけど、ちゅうか他のこと何もしてないので、別に、オリンピックどうでもいいんですけど。でね、その、喫煙ができる、例えばカフェとかね、完全に分煙してるところですよ。ドアもつけて、自動扉つけて、完全にこう、分煙して、っていうところであっても、要はその、喫煙、分煙してても喫煙できるところで食事ができるようにしちゃダメらしいんですよ。そうすると、それを潰して、完全に喫煙だけのスペース、コーナーを作んなきゃいけなくなると、回収にお金がかかるのと、それから、もともとタバコ吸えるところが少なくなってますので、喫煙する人が、コーヒーを飲みに行くというよりも、コーヒー代を払ってタバコを吸いに行ってるっていう、そういう心理でお客さんが集まってるわけですよ。そういうコーヒーショップっていうのは。お客さんが多分来なくなると、そりゃそうですよね。タバコが吸えるかもしれないですけど、喫煙だけをする部屋で立って吸うんだったら別にそんなとこ行かなくったって、駅前とかの公共の立って吸う喫煙所に行きゃ済むだけの話なので、わざわざコーヒー代払ってまでタバコ吸いに行く必要ないわけですね。やっぱ統計を取ってると、まあ地域によっても、お店の規模によっても違うと思いますけど、やっぱ3分の1ぐらいが喫煙ルームの、利用者なんだそうです、今のところ。で、このお客さんたちがごそっといなくなると、お店の経営が成り立たなくなると言って怒ってました。都知事な何をしてくれてんねんというふうに怒っていました。私もそう思います。なので、まあ、いろんなところでね、まあね、百均のことだけでしたけど、本当はそのことだけ話すつもりだったんですけど、まあ、いろんなところに影響が出てそうなので、今後どうなのかっていうのはよくニュースを見て、把握していくと面白いと思います。以上です。今日もご覧いただきましてありがとうございました。